1時間後、各クラスの出し物については報告書にまとめることができた。会長が要点を簡潔にまとめておいてくれたおかげだ。それと死後を一切しなかったこともある。うん。終わったのか？もう少し。そっちは？こっちも反省と来年への展開、総評だけだ。そう。じゃあ引き続き頑張って。なあ、少しくらい休憩してもいいだろう。さっきも言ったでしょ、余計な死後を挟むと作業がはかどらないと。確かに単純作業の時はそうだ。だが反省と来年への展開、総評は単純作業とは違ってそれなりに頭を使う。よって頭を切り替える必要がある。俺は漫画の原作を考える時、休憩を入れながらの方がいいアイディアが浮かぶんだ。休憩を入れながらの方がいいアイディアが浮かぶね。カール子先輩から、あなたが締め切りを守らないからいつもそのしわ寄せが自分に来るって聞いたけど。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あなたが締め切りを守らないから寝不足のまま授業を受けて先生に怒られたこともあるって聞いたけど。大変申し訳ございませんでした。心より熱くお詫び申し上げます。授業に一度深く反省しております。あなたが締め切りを守らないから。とどめを刺そうとするなよ。悪人キャラでもとどめを刺すのはまた今度にしようと言ってくれるぞ。蛇の生殺しという言葉もあるわ。っていうかそこで見逃しちゃうから後でやられちゃうんじゃない。まあカール子先輩も嬉しそうに話してたから本人は全然気にしてなさそうだけど。そうか。苦労を嬉しそうに語るって、もしかして会長は尽くすタイプなのだろうか。うん、分かったわ。私も数字とにらめっこしてて疲れたから少しだけ休憩しましょ。コーヒーでいい？ああ、できれば砂場のやつが飲みたいな。そんなものないわ。砂場のが飲みたいなら鳥取に行ってきなさい。そう言いながら桜木はケトルに水を注ぐ。砂場って。なんだかんだ言いながら休憩させてくれるらしい。桜木って真面目だけど融通が効かないわけじゃなく臨機応変に行動する。バランス感覚というものに長けているのだろう。はい、どうぞ。サンキュー。俺はコーヒーをすすり、桜木は紅茶を飲みながらクッキーをかじっている。会話はなし。普段は会長やみひろ、とあがいて何かしらの会話が発生するから沈黙は長く続かない。まあこの状況で何か面白い話してなんていうビッチの常套句を言わないから感心できる。ねえ、何か面白い話してよ。俺の関心を返せ、利子つけて返せ。突然面白い話をしてと言われて、面白い話ができるなら締め切りに苦労してない。でもカール子先輩はいつも面白い話をしてくれるわよ。会長の場合狙って面白い話をしてるわけじゃない。それに桜木は会長が何を喋っても面白いと思うだろう。うん、カール子先輩の話は何でも面白いわ。どれだけ会長信者なんだよ。そのうちお伏せでもするんじゃないだろうか。会長大名人。どんなご利益があるのか興味ある。でもそのカール子先輩も来年には卒業しちゃうのよね。卒業といってもまだ半年以上もあるぞ。そうなんだけど。桜木がシュンとする。桜木にとってはまだ半年ではなくもう半年なのだろう。そんな桜木を励ますべく俺は話の継ぎ方を出す。何か話すことはないか。ああ、そういえば桜木の部屋にピアノあったよな。音楽家ではピアノを専攻してるのか。何そのあからさまな話題の転換。別にいいだろ。あの部屋のピアノ随分と高そうなピアノに見えたから気になってたんだ。桜木の部屋にあったピアノ、素人の俺でも一目見て学園のピアノとは違うと分かった。あら、意外に見る目あるわね。あのピアノベイドンゼルファーよ。
ベードンゼルファー？何それ？どこの団体？は？いや、プロレスの選手かと思った。ピアノの話がどうしてプロレスの話になっちゃうの？ベードンゼルファーと言ったらピアノメーカーのことじゃない。はあ。ああ、ピアノメーカーのことね。いや、ピアノメーカーなんて知らないし、ヤマハとか。でも、その名前の響きから高級感が漂っているよな。すごいピアノなのか。ベードンゼルファ、ステインウェイ、ヘビシュタインは、ピアノでは御三家と言われてるわ。世界中の有名コンサートホールや音大には、ベードンゼルファのピアノが多く置かれてる。おお、すごいピアノだったんだな。やっぱりお高いものなの？そう、両親が買ってくれたから値段までは知らないわ。御三家と呼ばれるほどのピアノなら相当高いのだろう。話をしている桜木もどことなく楽しそう。あ、じゃあ今度弾いてみせてくれよ。え？ピアノをやってるんだろ？音楽家の腕前を直に聞いてみたいな。俺の問いに桜木の表情が途端に曇る。さっきまで快晴だった天気が外の梅雨空のよう。ごめんなさい、今は弾いてないの。弾いてない？あ、じゃあ今は別の楽器を？楽器というより今は作曲の勉強してるわ。もともとピアノは習ってたの。お母さんはピアニストだし、お父さんは元バイオリニストだから。え、あ、そうなの？うん、お母さんはコンサートで世界中を飛び回ってるわ。母親がピアニストで世界中を飛び回ってる。お前はあれだよね、ホワイトアルバムですよね、2ですよねの数だか。俺キスは上手くないけど、そもそも俺は小春派だ。後期は小春派らしいですよ。お父さんは？お父さんもバイオリンで世界中を回ってるのか？ううん、お父さんはバイオリンをやめて今はお母さんのマネージャーをしてるわ。ああ、そうだったのか。あ、だからマンションで一人暮らしをしてるんだな。でも作曲なんてすごいじゃないか。作曲って難しいんだろ？まだ勉強し始めたばかりだから難しいかどうかもわからないわね。それに作曲は自分から進んで勉強し始めたわけじゃない。私にはピアノの才能がないから始めたの。桜木がぽつりと漏らす。自分から進んで勉強をし始めたわけじゃない。それって、いや、なんでもない。それってどういうことだ？そう問いかけようとして踏みとどまる。これ以上は地雷原。ピアノを習っていたのに今は作曲の勉強をしている。そこには人には言いたくない理由が隠されているのだろうと容易に想像ができた。だが、なるみくんは漫画の原作をしてるんだよね。目標とかってある？桜木？意外なことに俺が終わらせようとしていた話題を桜木はなおも続けようとする。密室に二人きりといういつもと違う空間がそうさせるのか。ただ桜木が望むならここで会話をやめる必要はない。俺の場合、趣味で書いていたネット小説を偶然今の編集さんが読んでくれて、それで誘われて始めたんだ。もちろん漫画はたくさん売れてほしいし、すごいと思う原作者はたくさんいる。けど具体的な目標とかはないかもしれない。そうなんだ。私はお母さんが目標だった。大きなコンサート会場の大勢の前で堂々とピアノを弾くお母さんみたいになりたかった。もちろんそうなるために小さい頃からたくさん練習した。文字通り朝から晩までピアノ漬けってやつ。ピアノ漬けか。ピアノ人口は100万とも200万とも言われる。もちろん全員がプロになろうと思って練習してるわけじゃないだろう。
スポーツと同じで、年齢が上がるにつれ辞めていく人数も比例して多くなる。それでもその数は10、20じゃないはずだ。しかも桜木は自分の母親を目標に最初からハードルを目いっぱい上げているからなおさらだ。でもなかなか結果が出なかった。いいところまでは行くんだけど、いつも入賞止まりで優勝はできなくて。入賞でもすごいと思うけど、それじゃあ満足はできなかったんだろ？うん。お父さんは褒めてくれたけど、お母さんには一度も褒められたことなかったわ。だから必死に練習したわ。コンクールで優勝してお母さんに褒めてもらいたくて。そして私は大水に入学する直前のコンクールで優勝した。おお、ついに優勝したのか。あ、じゃあお母さんは褒めてくれたんだな。うん、それでも褒めてくれなかった。逆に引導を渡されたわ。引導？私すごく嬉しくて、優勝トロフィーと賞状を持ってお母さんのところに行ったの。お母さん、私優勝したよ。アーシェ、今日限りでピアノはやめなさい。え？なんで？私優勝したんだよ。それなのにどうしてピアノをやめなくちゃいけないの？あなたのピアノは正確で楽譜通りに弾くつまらないピアノだからよ。アーシェ、あなたにはピアノの才能はないわ。だから無理して続ける必要もない。お母さん。ショックだった。優勝すれば褒めてくれると思って頑張ってきたから。そんなことが。今まで憧れであり目標だった実の母親、そのために必死で練習を重ね優勝という結果が出たにもかかわらず、母親に言い渡されたのは非常な通告。桜木の言った引導を渡されたとはそういう意味だったのか。それでピアノをやめて作曲を？うん。でも私に作曲の勉強を進めてきたのはお父さん。私小さい時から即興で曲を作ったりして両親を喜ばせていたから、そのことを思い出したのでしょうね。アーシェ、作曲の勉強をしてみたらどうだい？作曲？作曲は楽しいと聞くよ。詩に沿った曲を作ることはもちろん、舞台や映画でその場面に合ったものを作って見る人に感動を与える仕事だからね。お母さんはああ言ったけれど、お父さんはアーシェに音楽をやめてほしくないな。もちろん作曲も簡単じゃないよ。いろいろと勉強しなくちゃならないのはピアノと同じだ。でもピアノとは少しだけ違う。何かわかるかい？わからない。感性だよ。感性？そう、感性。作曲には感性が一番重要なんだ。その感性が私にあるの？今はないかな。でも感性は誰でも持っているもので、それを磨くか磨かないかの違いだけなんだ。だからアーシェ、これからは世の中のいろいろなものに触れなさい。音楽以外の勉強をしたり、読書をしたり、たくさんの友達を作ったり、その友達と一緒に遊んだり、それがアーシェの感性を磨くことになるからね。多分お父さんは私から音楽を取り上げるのがかわいそうと思ったんだと思う。自分もバイオリンをやめてお母さんのサポートに回ってるしね。お父さんはバイオリンを続けたかったのか？ああ、それはないみたい。お父さんもお母さんの才能を認めてるし、お母さんのサポート役に回って生き生きしてるから。だから大水に入学して音楽以外の勉強も頑張ったり、生徒会に入ったのもそういう理由からなの。本当は学園以外のことも勉強したいんだけど、そっちの方は機会がなくてね。
そうだったのか。ピアノから作曲への転向、そこには桜木家の複雑な事情と紆余曲折があったのか。じゃあ今は作曲のためにお父さんの言う感性を磨いてるんだな。うん、でも王水に入学して作曲の勉強をし始めたから手探り状態なのよね。定期的に自分で作曲したものを送ってはいるのだけれど、なかなか認められないし。気づけば桜木の入れてくれたコーヒーからは湯気が消えていた。それでもそれ以上の会話を続けるのがはばかられた俺はカップに口をつける。もしかしたら作曲への転向は桜木にとっては不本意だったのかもしれない。あ、無駄話してたらもうこんな時間じゃない。なるみくん、さっさと残りの作業を片付けてよね。おう。桜木は時計を見て本来のすべきことを思い出す。だがあまりにも唐突に思い出したので驚いてしまう。どうして女子って平気で脈絡もなく話題を変えられるの。だがそんなことは意に介さない桜木は電卓を叩き始めた。仕方なく俺も残りの作業に取り掛かる。なるみくん、できた？今始めたばかりだ。まだ最初の一行すら書いてない。なるみくん、だからさっきの話みんなには内緒にしてね。ああ、わかった。誰にも言わないよ。みんなとは誰のことだろう。もしかしたら会長にも話してないのだろうか。だとしたらなぜ俺に。それからは再びキーボードと電卓を叩く音、エアコンが流れる風の音だけが室内に響く。